みんなで一緒に行って、それを、生放送で、ごめんなさい、生放送じゃないですね、ニコニコ動画で番組にしたりしました。他にも、データ研究会っていうのをこれまで5回、開催していたりとか、それから、宇宙研究会という形で、昨日紹介していただきましたが、これから分科会を、増やしていこうと思っています。また、夏には、毎年行っているんですけども、1泊2日でニコニコ科学会部の関係者、またその、研究に、興味がある人が集まって、ずっとこう夜を徹して語り合うというサマーキャンプというのを実施しています。今年もそれをぜひ実施しようと思いますので、ぜひ興味のある方はニコニコ科学会部の、アカウントをチェックしたりとか、Facebook をチェックしたりとかすることによって、ぜひ情報を入手してください。で、もう一個宣伝です。またそういう、さまざまな活動を紹介する媒体として、昨日も紹介しましたが、月刊ニコニコ学会ベータというのを毎月出しています。この最新号が、モテサクさんと、犬飼博さん、今日の、お二人とも今日の、セッションの、に登壇する方なんですけども、ロングインタビューが載っていますので、ぜひこれを、電子書籍として、Amazon の Kindle とかさまざまなその電子書籍プラットフォームで買えますので、チェックしてみてください。そしてもう一個、月刊ニコニコ学会ベータ、これまで、今のが4冊目、5冊目なんですけども、まあ、番号としてはナンバー4です。0番から1番のこの4冊の、これまで出してきた月刊ニコニコ学会ベータを1冊100円でこの4月26、27日、つまり、今日が最後です。今日が最後ですけども、100円で売ってます。これ、今買えば、4冊まとめて400円で買えるということです。ぜひこれお買い求めください。そして、進化するアカデミア、このニコニコ学会ベータがどんな風に生まれたのかを説明する本として、進化するアカデミアを、今日この会場でも売ってますし、ぜひ皆様読んでください。そしてニコニコ学会ベータを研究してみた、これも、まだ売っています。ということで、これまでニコニコ学会ベータがどんなことをしてきたのかの紹介でした。さて、スポンサーの紹介です。年間法人スポンサーといたしまして、博報堂、リクルートテクノロジーズ、電通、ニワンゴ、この4社の提供によって実施することができました。また同時にさまざまなパートナーの方々と協力をして、このニコニコ学会ベータシンポジウムを実現することができました。本当に感謝しております。ありがとうございました。そして2日目、これから開始しますということで、今日が2日目最終日ですが、皆様ぜひこれから4セッション、そしてフロー企画をお楽しみください。どうぞよろしくお願いします。あります。以上です。
休がどうもありがとうございます。まず簡単にですね、僕の自己紹介。あれ、はい、僕はですね、くもくも劇場の座長の中村織夫と言います。普段はですね、資格試験講座なんかを作ってるんですけども、まあ、たまにですね、こんな格好で、はい、こういう風にですね、まあ、東シナ海でですね、バルーン上げて梅雨前線捕まえに行ったりしています。でもですね、まあ、研究者っていうわけではなくて、どっちかっていうと、まあ、ただのですね、お天気好きのおじさんです。でですね、まあ、こんな感じの、僕ですけども、まあ、今回はですね、こういうですね、天気があった時に、普通の皆さんですね、まあ、晴れてるなぐらいだと思うんですけども、ね、この雲が映ってる時、まあ、これは今日の幕張の朝なんですけど、例えば昼ぐらい、これは一昨日の昼ですね、こういい感じで雲が出てきてるんですけど、こういう雲が出てきた時にあんまり気象になりわいのしてない方っていうのはこれでワクワクはしたりしないと思うんですね。でもこのセッションを見ていただいた後は、こういう雲が出てきたら、この天気の先ね、今日の雲どんなかなっていうようなワクワクできるようになったらいいなと思っています。で、ただいきなりね、雲を見てワクワクしてくださいっていうのもなかなか難しいと思うので、今日はですね、そんな雲のストーリーを話してくれる、4人と1匹の登壇者をご用意しましたので、これから紹介いたします。ぜひ拍手でお迎えください。まずですね、天気図ストーカー茂木耕作、よろしくお願いします。それから、ゲリラ豪雨に挑む選手、荒木健太郎。プンプンする気象予報士、佐々木京子とパンダ先生。宇宙をかける気象学者、今村武史。はい、この4人がですね、どんな空のストーリーを見せてくれるのか、皆さんと一緒にくもくも劇場で見ていきましょう。それでは、茂木耕作さん、準備よろしくお願いいたします。天気図ストーカーの茂木耕作さんですね。天気図のストークス、まあ、天気図っていうと普通の皆さんも、目にする情報だと思うんですが、それをストーキングするとどんな情報が、どんなことが見られるんでしょうか。興味がありますね。あ、準備できたようです。それじゃあよろしくお願いします。はい、おはようございます。モテダックことモテキコサクです。僕は普段ですね、どんな勉強をしてるかって言ってですね、まあ、こんな感じの飛行機で空に飛び立ったりとか、それからこんなちょっと変わった感じの気象センサーで、現場に飛び込んだりとか、まあ、いろんな形で、データを取ってきて研究をしたりしてるんですけど、まあ、そうすると僕が感じるのは、まあ、大空で展開されるようないろんなドラマを感じるっていうことがありまして、だから今日は僕一番言いたいことはもう一つだけなんですよ。気象っていうのは、あ、すいません、まあ、空で放映中、まあ、誰でも見れる連ドラなんじゃないかということが今日僕が言いたいことです。で、気象学っていう、まあ、一般的に言うと、まあ、そもそも天気予報を支える学問ですよっていうところはあると思うんですけど、天気予報って皆さん普段どんな風に見てらっしゃいますかね。明日の天気を8割当ててしまえるっていうのは、まあ、ある意味すごい技術ですし、この、まあ、ちょっと前の人から見ればもうすごい魔術みたいなもんだと思うんですよ。で、なんですけど、この魔術が伝えてるのはただの答え、明日の答えを言ってるんじゃないんだということが、まあ、僕らは感じてることで、むしろ僕が言いたいのは連ドラの次回予告みたいなもんだと思った方が全然豊かな見方ができるんじゃないかということなんですね。で、僕ら研究者じゃあ何してるのかっていうと、まあ、いろんな取材器具を持って、まあ、現場に行ってそのシナリオの展開のパターンを、まあ、僕らは分析、まあ、いろんな意味で向きになってる存在なんじゃないかなっていうのが研究者だと思うんですけど、まあ、僕は梅雨が専門なんですよね。なので、まあ、梅雨に関するストーリーを、まあ、一つ紹介したいなと思います。で、僕が梅雨を、まあ、最初どう思ってたかっていうと、まあ、みんなそうだと思うんですけど、まあ、鬱陶しい季節じゃないですか、基本的に。だから、まあ、僕はなんでその鬱陶しいのかっていうことの本当の理由が漠然と知りたかったんですよね。で、なんですけど、研究をちょっとやってみたところで、ちょっとずつ不快だけだったのにちょっとずつ愛着に変わっていくっていうことを経験したんですよ。で、それは単純に中学校理科の教科書とかで知識として学んでても、あんまりそういうことは思わなかったですね。
で、どういうことを中学校の理科でやったかっていうと、例えば、梅雨はこういうものですと。南側に小笠原高気圧があって、北側にオホーツク海高気圧があって、その狭間で梅雨前線というのができて梅雨空が広がるんですって、それが梅雨じゃないですかって知識としては学ぶんですけど、どこをどうドラマとして捉えるかっていうのが、まあ、研究をしてるしてないの違いじゃないかな。で、僕は登場人物としてこの3人が見えたんですよね、研究をしてるとある時から。で、これってどういうことかっていうと、舞台設定としては、まあ、北側のクールな彼と南側の熱い彼が、まあ、間に挟まれた彼女にプッシュし合ってるっていう、そういう場面設定が強いっていう設定なんじゃないかなって。そう思うと、この間の彼女ってもう完全に朝倉みなみちゃんじゃないですか、こうタッチで言うところのそうするともうなんかどっち行くのって最後までわからないから振り回されてんじゃないのっていう捉え方ができると思うんですよ。そうすると例えば序盤はクールな彼の、なんですかね、ギュッとされた時に拒まなかったじゃんって思ったけど、なんかやっぱり熱い彼の直球には弱いのかなとか思わされたりとかで、中盤やっぱりこんな展開にまた戻ったりで、なんか最後はどっちなのってなってずるいじゃんって思うような感じの存在が彼女なんですよね。で、そうするとこれが何回も繰り返されるから、あ、僕の心はひたすら振り回されてたんだと。だから言ったら鬱陶しいのは彼女が、なんだろう、優柔不断なせいなんだよっていうのがもう僕が落ち着いたところなんですね。そうするとなんですけど、こう思い始めたところからちょっと変わったことがあるんですけど、まあ、実際天下の気象庁のスパコだって彼女に振り回されてるわけですよ。本当に普段8割当ててるはずに、あれ70点しか取れねえみたいな感じになっちゃうんですけど、でも、まあ、こういうストーリーを知ってる人はただの点数を気にしてるんじゃなくて、なんかちょっと鬱陶しいだけじゃなくて僕は愛着になり始めてるんですよ、まあ、こんな風に見え始めたら。で、こうなると愛着から新しい不思議ってちょっとずつ見えてくるんですね。で、ここを追求してるのが僕にとっては研究を始めるっていうスタートだったということなんですけど、じゃあ研究って言ったらもう本当に特別に難しいデータを使わないとできないことがあったら、これ全然そうだと思わないんですよ。ね、どういうことかって、天気図って、まあ、天気予報でよく出てきて誰でも見える話じゃないですか。で、僕が気になったのはもうこれでものすごい違和感を抱いたっていうところから僕今年書いた論文の話をちょっとしたいと思うんですけど、もう本当にこれだけなんですよ。何が違和感あるかって、ずっと連ドラ見てる僕にとってはクールな彼に対して僕はすごい違和感あって、なんか腹立ってきたんです。どう腹立ったかって言うと、君は一体本当にね彼女に対して本気なのかと思い始めたんです。で、どこがそう思うかっていうと、まず第一に単純に言って、ちょっとよく考えてほしいんですけど、単純に言って遠すぎるんじゃないですか。で、いや別に遠距離をね否定しないですけど、いや彼がね沖縄とか九州まで追いかけて来てるならいいですけど、なかなか来ないんですよ。そんなのってひどいじゃんみたいな感じで、でむしろもっと彼女のそばに近い存在いるんですよ。ね、で、あれなんか後悔っていう海にちょっと、いるじゃないですか。なんでほっとくんですかこれをっていう話で、で、僕がぜんこっちの方が気になり始めて、で、この彼を僕は勝手に後悔高気圧って名前つけたんですよっていう論文なんですけど、でも、まあがぜん気になり始めたらもう追いかけるしかないじゃないですか。で、この二人の関係絶対怪しいからストーカーしちゃったんですよ。始めた時点でこの登場人物に僕が加わってるんですよ。わかります？で、僕が加わった時点でまあもう10年分過去1000枚の天気図をひたすらストーカーしてやったんですけど、もっとすごいことが分かっちゃうんですよね。いやでも本当ただの天気図ですよ。誰でも見れる話じゃないですか。でもストーカーってすごいんですよね。分かっちゃったんですけど、初めと終わりの連ドラのシーンって、まあ、大事なシーンじゃないですか。そこで必ず彼が出てくるんですよ。マジかと思って。で、
いやね、まあ、梅雨と梅雨明けってことですけど、いやそういう連弾のストーリーを大体知ってたら天気予報の聞き方これからじゃあ単純に変わってきませんかっていう気がするんですよね。そうするとただの情報じゃなくなるじゃないですか。そうすると付き合い方ってちょっと豊かになりますよねって思うんですよ。で、何でも人付き合いでもそうだと思うんですけど、肩書きとか外見とかもうどうでもよくて、その一人一人の内面が大事じゃないですか。で、関係性がどうなのっていうところが、まあ、付き合い方を僕らと豊かにしてくれるんじゃないかなと思うところがあって、で、なぜなら僕ら、まあ、好んでても好んでなくてももうこの空のドラマがもう勝手に展開されてるその下で僕ら生きたわけですね。そしたら、まあ、登場人物と僕との関係を見つけようとするっていうのはもう振り回されないとには絶対意味あるなと思ったっていうのが、まあ、研究してて結果的に見えてきたところだなと思うんですよね。で、研究してると結果的に見た時に不快が愛着になってました。で、不思議が納得になったら素晴らしいじゃないですか。梅雨に梅雨明けがスッキリしたら。で、まあなんとなく漠然と不安だったこともなんか楽しくなっちゃってたらもう本当素晴らしいんですよね。で、だからぜひ皆さんにもですね、これからの気象学っていうのがもう本当専門家だけのしこしこやってる話じゃなくて、皆さん一人一人が自分とこのといろんな登場人物とどういう関わりがあるかっていうのを、そのストーリーを、まあ、集めて作り上げていくような、そういうものになったらもう本当すごい魔術なんじゃないかなと思うんですね。なのでぜひいつあなたがどこでどんな天気を気にしてるかっていうのを僕らに教えてほしいなと思って、まあ、ここに来たんですけど、まあ、その話聞くためだったらもう僕らこの仲間たちとですね、仲間たちとどこにでも飛んでいくつもりでいるんで、だから天気予報っていうのをただの情報とか答えとかじゃなくて、まあ、いろんなシナリオの展開があるっていう興味で、まあ、これから見てもらえたら本当に嬉しいです、本当に嬉しいです、ということが伝えたくて来ました。ありがとうございました。本田さんどうもありがとうございました。じゃあ荒木さん中継おりまして、コメントでもですね、はい、まずコメントに行く前にそもそもこのキーワード拾っていくと、はい、不快が愛着に擬人化ストーカーっていうだからコメントにもありましたけど、はい、ジャムステック大丈夫かなまあ確かにそうだなと思いますけど、はい、でもストーカーしても褒められるってだからいいですよね。そうですよね。あともう一点、うん、もうこうちゃんって来ているんですか。こうちゃん今年ちょいちょい顔出してて、もう来てる。はい、でもまだ通常のちゃんには手繋げてない感じで、はい、そろそろな感じはあります。わかります。あ、はい、荒木さんも準備ができたようなんです。それでは、ゲリラ豪雨に挑む選手荒木さん、よろしくお願いいたします。ゲリラ豪雨、皆さんもこの言葉を口にしたことはあると思います。私荒木健太郎はこのゲリラ豪雨を撲滅するために戦っています。今日はゲリラ豪雨との戦いについて伝えるためにここにやってまいりました。まずゲリラは一体何なのか。突然襲ってくる怖い人のことです。ではゲリラ豪雨は何かというと、やはり突然発生して襲ってくる予測の困難な豪雨のことです。皆さんはゲリラ豪雨と聞いてどんなイメージを持たれていますでしょうか。もしかするとちょっと強い雨が降ってもうそれでおしまい、そんな風なイメージを持たれていませんでしょうか。これは大きな間違いです。ゲリラ豪雨は時として人命をも奪う恐ろしい現象です。地下鉄を利用される方は多いと思います。しかし降り始めからわずか10分でこのように地下が冠水してしまうということも起こりうるのです。こうなってしまうともう逃げることはできません。ゲリラ豪雨は皆さんの誰しもが遭遇しうる脅威なのです。現代の天気予報では数値予報という技術を基礎にしています。その数値予報っていうのはコンピューターで大気の方程式を数値的に解いて大気の将来の状態を求めるという方法です。で、現代の数値予報ではある程度前線や低気圧に伴う豪雨というものは予測できるようになってきています。しかし現代科学をもってしても、
豪雨のゲリラ的犯行については完全に予測できるわけではありません。それは我々人類がまだ大気や雲の全てを理解しているわけではないからです。ただし豪雨のゲリラ的犯行について徐々にですけれども、その真相が明らかになりつつあります。豪雨のゲリラ的犯行には実行犯がいます。その実行犯というのは積乱雲、彼らは徒党を組み実際に雨を降らせる実行犯です。しかし彼らが理由なくして現れることはありません。その背景には必ず黒幕がいます。その黒幕というのが上昇流。上昇流は大気下層の空気を持ち上げ、積乱雲が自力で成長できるようになるまで育成をします。いわばゲリラの育成係です。しかしこの育成係も何もないところに現れるわけではありません。豪雨のゲリラ的犯行の黒幕のさらに黒幕として真犯人の存在があるのです。これはある日関東平野で発生した雲です。ここでは移動する冷たい空気に暖かい空気がぶつかり、そして上昇流が発生しています。このように異なる風がぶつかることを風の収束と呼んでいます。これは上昇流を作る要因の一つで、ゲリラの司令的な存在です。このように豪雨のゲリラ的犯行には必ず黒幕や真犯人の存在があります。ある夏の日、この会場である幕張メッセにほど近い千葉市で突然豪雨の犯行が行われました。レーダー観測からはこの犯行が突然行われたということは分かります。しかしその犯行がなぜどのように行われたかについては、この情報からだけでは分かりません。そのため私は真犯人を確保するため捜査を開始しました。気象庁ではアメダスという地上観測網を持っています。このアメダスは全国に約21キロ間隔で配置されていて、地上の風や気温を観測しています。しかし豪雨のゲリラ的犯行は数キロメートルの大きさから始まるため、この観測網ではその犯行現場を完全に包囲するということは困難です。私は真犯人を割り出す証拠を集めるため関係機関に捜査協力の電話をかけ続けました。そして収集したありとあらゆる観測値を解析を繰り返しました。しかし観測結果からは十分な状況証拠を得ることはできず、依然として真犯人は謎のまま確保することが困難でした。私は苦悩しました。当時私は現場で予報作業をしていました。そのためゲリラの捜査活動は深夜や朝に及びました。空き瓶は増え続ける一方でした。暗闇のどん底にいた私に一筋の光が差しました。そこにいたのは彼でした。彼の名は空豆くん。空を豆に関する彼は私に救いの手を差し伸べたんです。空豆くんはもともと環境省の大気汚染物質の監視システムです。そのためこれまで豪雨研究にはほとんど使われてきませんでした。しかし空豆くんは都市域で約4キロ間隔という超高密度な地上気象観測を行っていたのです。でそこでは地上の気温や風を観測しています。この観測網をもってすれば豪雨のゲリラ的犯行、その現場を完全に包囲することが可能なのです。そして私はついに真犯人を割り出すことができました。これまでの観測では分からなかった風の三重点、トリプルポイントの存在が明らかになったのです。この三重点では3つもの風が収束しています。そのため上昇流が強く豪雨の発生しやすい環境となっていました。しかもこの三重点は豪雨が発生する1時間半以上前から千葉市付近に存在していました。つまりこの真犯人をあらかじめマークしておけば豪雨が発生する場所を特定できる可能性があるのです。そして真犯人を割り出したことで
数値予報の予測精度がどうなるかについても検証しました。当時の数値予報では豪雨の犯行を全く予測はできていませんでした。しかし空豆くんを取り込んで計算をした数値予報ではこのように豪雨のゲリラ的犯行を完全に予測することができたのです。まあ、こんな風に、ゲリラ豪雨と呼ばれている豪雨であったとしても新しい観測や、数値予報の発展によって現代では予測できるようになってきています。しかし予測精度が上がるだけではゲリラ豪雨という存在そのものを撲滅することはできません。それはなぜかというと豪雨の発生を伝えている気象情報が発表されていたとしてもその情報を見ていない方にとっては予測できている豪雨であってもゲリラ豪雨と呼ばれてしまっているという現状があるからです。実際に気象災害の現場ではまさかこんなことになると思っていなかった、そんな言葉を耳にします。日本全国のどこでも気象災害は起こりうるにもかかわらず自分には関係ない、そんな思い込みがゲリラ豪雨という言葉の中には潜んでいるのです。これこそが気象災害の根源です。私の願いは我々の発表している気象情報をぜひ見てほしいということです。あらかじめいつどこで何に警戒しなければいけないかが分かっていれば避難をすることができる、つまり災害を未然に防ぐことが可能になるのです。気象情報を全ての国民の皆さんに届けることができればゲリラ豪雨を撲滅できると私は信じています。しかしこれは私を含む研究者、予報官、また気象予報士の力だけでは絶対に実現できません。皆さん一人一人が当事者としてゲリラ豪雨と戦っていただく必要があるのです。私はこれからも雲の研究者としてゲリラ豪雨と戦い続けます。未熟な私ですけれどもぜひ皆さん一緒に戦ってください。私に力を貸していただけるという方はぜひ空に手を掲げてください。会場の皆さんもぜひ一緒にお願いします。そうすると手から皆さんの元気が飛んできます。飛んできた元気は私のところに集まり私は元気になります。そして栄養剤の力に頼ることなく頑張ることができます。その時、掲げた空の先、まあ、その状態がどういう風になっているかそれもちょっと気にかけて見てみてください。いつも見ているこんな風景がこんな風になっていたりこんな怪しげな雲が出ていた場合にはもう片方の手でスマートフォンを取り出して気象庁や国土交通省の雨量情報をぜひ見てください。豪雨がどこで発生しているか、まあ、近くで発生していないかやその豪雨が自分のところに来そうかどうかっていうのをぜひチェックしてみてください。さらに自分がいる場所に発表されている中継報についてもぜひチェックをしてみてください。やばそうだったら避難をしましょう。で近くに気象情報を見ていない方がいらっしゃいましたらぜひスマホの画面を見せてその人に伝えてみてください。このようにして皆さんのつながる心が力となってゲリラ豪雨を撲滅することができます。ゲリラ豪雨を撲滅したその先には災害ゼロの未来が待っています。災害ゼロの未来、それが意味するところは笑顔の未来です。気象災害によって大事な人や日常生活が奪われてしまった場合やり場のない怒り、憎しみ、苦しみ、そして深い悲しみが襲ってきます。私はそんな悲しみのない笑顔の未来を実現したいと思っています。気象災害は豪雨だけでなく竜巻や雷によっても発生します。これらの気象災害を少しでも減らし笑顔の未来を実現するために私と一緒に戦ってください。ありがとうございました。アキさんどうもありがとうございました。心もイケメンというコメントがいっぱい来てました。心もイケメンだぞ。ありがとうございます。佐々木さん準備お願いします。あとですね、はい、質問があったのが、はい、ゲリラ豪雨注意報というのはないんですかという質問があったんですけど。それはですね、今発表している注意報は、はい、大雨の注意報とあと。雷の注意報があります。で大雨の注意報は土砂災害に警戒する、
このと、はい、あと短時間の大雨に、警戒するという意味で発表されている2種類あるんですね。でそれは注意報の中身を見てみてもらえれば分かるんですけども、まず警報をちゃんと取得して中身見てねっていう形。あ、そうですね、はい。で雷注意報が発表されている場合には、はい、どこでそういった雷雨とかゲリラ豪雨と呼ばれるものが起こってもおかしくないので、はい、そういった場合にはぜひさっき見せたようなレーダー画像を見て自分でどこで発生しているかっていうのを確認してみるといいと思います。わかります。その時右手も上げといた方がいいですか？あの右手はぜひ上げていただきたい。わかりました、はい、それでは佐々木さんの方準備が整ったようなので、あ、もう大丈夫ですか？はい、じゃあよろしくお願いします。気象予報士の佐々木京子と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。私はですね、こちらにいらっしゃいます研究者とか、ね、学者の方々って立場でもありませんし、まあ、皆さんのようにですね、天気の天気予報それを利用するだけっていう立場でもなく、その間に立ちます天気予報を伝える、まあ、気象予報士としてですね、今日は天気予報について考えてみたいと思います。まず皆さんにとって馴染み深い天気予報って言ったらこれじゃないですかね。テレビの天気予報だと思うんですね。今日はですね、テレビの天気予報について残念なお知らせがあります。今までね、こう聞いていただいたように、もう梅雨前線の仕組みに迫る研究者がいらっしゃり、もうゲリラ豪雨を捉えようとする研究者がいると、ね、この方々ね、こう楽しんでいるように見えますけれども、楽しみながらもですね、こう汗水垂らしてこう現象の解明に努めて、だって日々前進しているわけなんですね。それはお分かりいただけたかと思います。その一方でですね、テレビの天気予報、実は30年前からほとんど変わっていません。で、何だったらですね、ほぼ交代してるんじゃないかって言っても過言ではありません。先ほど荒木さんも、情報が、なんていうか、なんか協力してくださいって言ってました。で、協力するんだったら、その一番力になるテレビの天気予報、テレビの天気予報っていうのは一番力になると思うんですけれども、その強烈な情報発信の窓口、そこで研究者の熱い思いが組まれていないっていうのが現状です。まず梅雨の予報は外れやすいって言います。ゲリラ豪雨は神出鬼没だって言います。関東の雪は気温が1度違うと雨雪が違うって言います。じゃあ気象予報士は何を当てられるんでしょうか？いつ天気予報を当てられるんでしょうか？茂手作さんも言ってました。天気予報8割当たるって言ってるんですね。なんですけれども、残りの2割、ここで当てなきゃって大事なところで大外ししてるんです。大外しする、天気予報が外れるもんだから自信が持てない、自信が持てないから解説が曖昧でへんてこで昔から変わらない解説になってしまう、まあ、最近流行りの解説で言いますと、竜巻の原因っていうのがあると思うんですけれども、これ大気の状態が不安定、大気の状態が不安定っていうことをよく言うんですが、もしですね、大気の状態が不安定っていうので竜巻が発生するんだったらですね、これはっきり言って日本は竜巻地獄です。あっちでもこっちでもしょっちゅう竜巻が起こってしまいます。でもそんなことないですよね。見たことだってない。つまり竜巻だけじゃなくて、さまざまな現象の仕組みがですね、もう解明されてて解説の材料が豊富に揃ってるっていうのに、こういう解説になってしまう。もう材料が豊富に揃ってるのにカレーしか作らない彼女みたいに超厄介、そのくせ一番声がでかい、だからその気象情報を受け取る側が振り回される、混乱してしまうんじゃないかと私は思うんですね。で、まあここで、まで切ってですね、お前なんで文句言ってんだと、お前何なんだっていうことを思われるかもしれませんので、私がやってる天気予報をですね、ご紹介、お話しさせていただきたいと思います。私普段特定事業者向けの予報っていうことでですね、こういう企業向けに天気予報を出してます。中身はですね、こうちょっと細かい天気予報になってるんですけれども、例えば雪の予報を例にとりますと、1時間間隔の気温、降水量、降雪量、路面温度、路面状態などをですね、
高速道路って長いですよね。その区間を区切ってですね、その区間ごとにこういう情報を出してるんですね。まあ、それぐらい雪ってこう場所によって降り方も全然違いますし、時間によっても刻々と降り方が変化してしまう。それぐらいシビアな情報を求められるんですね。なので仮に私がですね、あ、今日はあんま降んないですよみたいな予報を出しちゃった場合、夜中に一転して、お、やべ、雪がガサガサ積もるぞみたいなことに変わっちゃった場合、これはもう大変なことになります。どう大変かというと、まず想定していなかった除雪車が出動することになります。除雪車出動するときですね、一旦こう通行止めにしなきゃいけないんですね。で、通行止めにするときって警察にご連絡しなきゃいけないんですよ。そうすると警察が出動します。警察出動したらいいけど、その後凍結防止剤とかっていうね、薬剤散布っていう作業もあります。さらにね、チェーン規制、みんなノーマルタイヤで来ちゃってる人いますから、そういうのチェーン規制をかけなきゃいけないと。まあですね、こんな風に、まあ、人件費もかかる、燃料もかかる、なんだったら大きな手間がかかるっていうことで、非常に大きな損害につながるわけですね。で、実際私が予報を外した時に、そのコンサルティングのお電話をした時にですね、事務所の方に、あんたね、一晩で何百万とか何千万とかかかるんだよ、分かってんのとかって、ものすごい剣幕で怒られました。大人なのに。まあ、そんなですね、大きいプレッシャーの中で、もう、とことんですね、予測を当てるっていうことにこだわり続けた結果、私は予測を当てられるようになりました。で、実際私が働く現場ではですね、ちゃんと予測を当てられる予報士さんたくさんいらっしゃいます。で、この、ね、天気予報ってこう予測当てるっていうことにものすごくこだわるべきだと思うんですね。それはもうテレビの天気予報も基本的には同じだと思います。テレビの天気予報っていうのは当てられると、もっとそうならば今の天気予報じゃなくて、こんな天気予報はどうかなっていうのをね、ちょっと今日は考えてみました。で、例えば曇りっていうね、天気予報があると思うんですけど、今曇りっていうと晴れ時々曇りとか、曇り一時雨とか、どんな雲が広がろうがですね、この表現一発で曇り終わりなんですが、実際の空ってよいしょ、あー、ごめんなさい、こんななんです。あのね、すごい表情生き生きと、もうすごいコロコロ変わるんですよ。で、何層にも重なってるし、しかも違う方向から風が吹いてその流されてる。で、違う種類の雲が現れてる。これをですね、曇りって表現一発で、まあ、表してしまうのはもったいない、当てられるなら。ってことで、もっとね、この曇りをはっきり言っちゃう天気予報、そういうのを考えました。まあ、例えば色で表現してみたらどうだろうっていうことで、晴れ時々曇りっていう予報が例えばあったとします。この曇りの中に、先ほど荒木さんが言っていた、なんだ、ゲリラ豪雨とか局地的な、豪雨の可能性を秘めてる場合、こんなのどうでしょう。晴れ3時黒雲っつって、黒雲出てくるのか、3時に黒雲出てくるんだったら、外で3時に待ち合わせするのやめようかな。いかにも危険な匂いをプンプンさせることでですね、情報が伝わりやすくなるんじゃないでしょうか。さらに厚みで表現するっていうことも可能なんじゃないかなと思うんですね。薄曇りってこう空にこう薄く広がる、雲が薄く広がるっていう表現があるならですね、厚曇りっていうのがあってもいいと思うんですね。あ、なんか梅雨の一日にただの曇りじゃなくて厚曇りって言われたら、お、なんか今日は外に洗濯物干すのやめようかななんてことになるわけです。まあまあ、こんな風にですね、天気予報はもっとこう踏み込んだ予報を出せる時代とか、出さなきゃいけない時代だと私は思うんですね。で、科学技術がもう皆さん分かったと思いますけれども、どんどん進歩していきます。で、進歩するなら気象予報士はもっともっと勉強して、その伝え方も変えていかなきゃいけないと私は思ってるんですね。で、なんならですね、元研究者とか学者の方にね、もっとでかい声出してもらって、面白いこと見つけたよ、もっと面白いことあるよ、言ってほしい。そうすることによって気象予報士は気づきます。お、勉強しなきゃって気づきます。そしたら解説変わるかもしれないし、なんだったら皆さんに直接ダイレクトに、あれ天気面白いかも、伝わるかもしれない、今より。そうすれば天気予報はもっと皆さんにとって面白くなる、そして伝える情報になるというふうに私は思っています。以上です。どうもありがとうございました。
佐々木さんどうもありがとうございました。それでは今村さん準備をお願いします。佐々木さんが今一例を出していただいたその厚曇りとかですね、黒雲とかあれなんですけど、もう佐々木さん自身はそういう予報をされてるっていうことですか。そうですね、黒雲とは言ってませんけど、大体同じようなこと、大体違う表現ぐらい言ってます。厚曇りも薄曇りも明るい曇りとか暗い曇りっていうのは出しています。なるほど、わかりました。あとですね、はいはい、この放送を見てる方っていうのはプロの研究者もアマチュアの研究者もそれからいろいろ興味があるって方もいっぱいいると思うのでそんな方がですね、もっと天気予報当てろとかあだこうだ言うこんな面白いことあったよって言うと結果的にテレビの天気予報も、ま、巡り巡って面白くなる。そういうことですね。はい、そういうことです。わかりました。はい、では今村さん準備できております。では次参ります。だいぶ空気読まない話になります。私これまで今金星に向かっている金星の気象を調べる惑星探査機に関わっています。そういったこともあって気象学っていうのはなんかこんなようなもんだろうと長年思ってきたわけなんですが、まあ、先ほどのお三方の話を聞いて私が間違っていたということが分かりました。ただ気象学っていうのはいろんな側面があっていいと思うんですね。人類の悲願とでも言うべき天気予報、気象予報、こういったその実学っていう側面があるのはもちろんなんです。ただそれと並んで宇宙の科学、惑星の科学といった側面はあっていいと思うんです。というのは風なしには私たちは生きていけない。惑星の上に生命が存在できるかどうかっていうのは気象学が決めるんです。例えばこれは気象衛星が見たその地球の水蒸気の画像なんです。こんな風にその地球上でこう風が水を隅々まで運ぶ、おかげで我々は潤ってるわけですね。あるいは熱帯地方からその高緯度地方へ風が熱を運ぶ、それによって地球全体が快適なマイルドな環境になるわけです。あるいは風が雲を作る。雲っていうのは赤道地方のモコモコとした入道雲のようなもの、あるいは高緯度地方の筋状の雲、いずれもこう上昇流の中で水蒸気が凝結して水になってでできるわけですね。でこういった雲が太陽からやってくるエネルギーを程よく跳ね返すことによって、まあ、地球は快適な温度になっているわけです。例えばもし雲の量が半分になったらざっと50度ぐらい温度が上がってしまいます。まあ、これだけでも大問題なんですが、温度が上がると海から水蒸気がより多く蒸発して空気が湿ってくる。この水蒸気がどん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 上の方に運ばれていって宇宙空間に逃げていくんですね。まあ、実際逃げるのはその水分子が分解した水素が主なんですけども、何にせよ何億年かすると海がなくなってしまう大問題です。じゃあそもそも惑星で風は何で吹くんでしょう。風っていうのは、まあ、そもそも元をたどれば太陽から、ね、エネルギーがやってきてそれが熱帯地方にもたらされる、あるいは地表にもたらされる、こういったその限られた偏った場所に熱が入ってきて、この熱を地球全体、惑星全体にこうばらまきたい、鳴らしたいから風が吹くんですね。ただこうやってああそんなもんだと分かってしまうには、太陽系で我々が見る風っていうのはあまりにも訳が分からなさすぎるんですね。例えば火星のダストストーム、これは地表面に降り積もっている小さな塵が一斉に大気中に巻き上げられて惑星全体をすっぽり覆ってしまう、こんなものがしばしば起こる。あるいは金星の超回転、超回転っていうのは時速400キロに達するような大変な東風がいつでもどこでもぐるぐると吹き続けている、止まらない風なわけです。これは金星本体の自転速度に比べると実にその60倍に達するとんでもない風なんですね。あるいは木星にこんなようなしましまがあることよく知られていますが、実はこのしましま一つ一つに対応して東向きや西向きの時速何百キロっていうとんでもない暴風が吹きまくってるわけです。ただまあこういうまあ変なやつらたくさんいるけど、まあ、そんなのは横に置いといて我々の地球こそがスタンドだよと、地球だけ見てればいいだろうというスタンスもありなんですね。ありなんですが、まあ、それで済ますにはちょっと分が悪いというのは、例えば金星の超回転、これとそっくりな風が土星の衛星、土星のお月様のタイタンにもあることが分かってきました。さらに似たような風が太陽系にもう一つある、それは太陽なんですね。
太陽の大気っていうのもぐるぐると循環していて、これがあの実にスーパーローテーションのような循環をしているということも分かってきました。こうして見ていくと、実は変なのは我々の地球なんじゃないのと、そんな気すらしてくるわけです。で、こういったその天体ごとの風の違い、これを理解する鍵は波にあると思っています。例えば地球のその気象衛星の雲の画像、これを気象学者がえいと睨むと、何やらこう波々が見えてくるんですね。まあ、見えなくても心眼で見るわけです。でこういったその波長がこう何千キロというような巨大な波が大気中でこう力を伝えて、例えばジェット気流ができる。多分似たような風が、似たようなこんな波々が金星にもあるんですね。まあ、誰も見たことないんですけど。でこういった波々が金星ではなぜか地球と違って熱帯地方で暴風を吹かせる。でこのような、ね、熱帯地方の風がおそらくはその熱帯地方から高緯度地方に広がっていく大きなスケールの循環によって運ばれて超回転になる。まあ、これはまだあの検証されてない一つのシナリオです。ただこういったその惑星ごとの波の違い、これが惑星ごとになんで全く違った結末に至るのか、まあ、それを解き明かしていくというのが一つの目標なわけです。太陽系の外の惑星たちにとっても、そこにどんな風が吹いているかというのは大問題です。例えば潮汐固定惑星といって、その中心星の方にいつも同じ面を向けながら公転している惑星たち、そういうあの回転をしているだろうと思われる惑星たちがたくさん見つかってきています。でこういった惑星ではあの永遠の昼と永遠の夜がある。で昼あの中心星に向いているずっと昼の側ではもう灼熱の世界になって全てが蒸発する。で反対側の夜では全てが凍りつく、そんな過酷な世界になるということが想像されています。ですが、まあ、こういった惑星でこそ超回転のような風が吹くのではないかと踏んでいます。でもしこのような循環があれば、昼間側から夜側に向かってこう効率的に熱が運ばれて惑星全体が快適な温度になるかもしれない。それこそ生命が誕生できるような世界になるかもしれないわけです。この地球の想像を超えたような風っていうのは過去や未来にもある。例えば、まあ、金星は今はカラカラに乾いたあの世界なんですけども、昔は地球のような海があったかもしれないと考えられています。ですがこの海が、まあ、おそらくは金星が若干太陽に近かったために暴走温室という状態になって失われてしまった。暴走温室っていうのはその惑星に入ってくる太陽のエネルギーが若干多いと地面の温度が上がります。大気の温度が上がる。そうすると、まあ、海が少し蒸発して空気中が湿ってくる。水蒸気が増える。そうするとこの水蒸気が温室効果でもって温暖化を引き起こす。温暖化が起こるとその海から余計に水蒸気がまた蒸発する。そうするとまたさらに温暖化が強くなる。こういった正のフィードバックが働くことによってこう海が全部こう蒸発するところまで行ってしまうんですね。でこういった世界になってしまうと、それこそこう対流が高度100キロまで届くような、およそ我々の想像もつかないような世界になるわけです。それこそ一体どんな波が発生してどんな風が吹くのか、これは人類の想像が及んでない領域です。で太陽は今も明るさを増し続けています。今から何十億年かのうちにはおそらく地球もこのような運命を免れない。でこのようなそのとんでもない風、とんでもない対流が支配する世界っていうのは、まあ、今の太陽系ではあの残念ながら見られない。ですが、まあえて言えば太陽にあるんですね。太陽の中で一体どんな運動があってどんな気象があるのか、それがあのこういった極端な惑星の気象を理解していく上でとっても役に立つヒントを与えてくれる、そんな風に私は思っています。で、まあ、こういった感じであのいろんな天体の違った風を並べていって博物館を作りたいわけではないんですね。まあ、そうではなくてこういったもう一見全く違う多様性の裏にある共通原理を知りたい、共通原理を見出していけない、そこからいわば統一理論というべきものを作れると思っています。それでもって、まあ、それがその天体ごとの違った条件に応じて、まあ、なぜこんな一見我々には全く違ったものに見える、全く違った世界に全く違った姿を踊って現れてくるんだろう、まあ、それをその仕組みを知りたいんですね。まあ、これこそが宇宙科学としての気象学の世界観です。
で、まあ、千里の道も一歩から来年の暮れ、あの暁が金星に到着します。まあ、我々の地球のすぐ隣の惑星で一体何が起こっているのか乞うご期待で、まあ、最後のメッセージとしましては、小学は宇宙への扉、小学があれば遠い宇宙の彼方、過去未来どこへでも行ける。ありがとうございました。どうもありがとうございました。いやもうなんていうか絶句っていう感じですね。もう神様視点での気象学、どうもありがとうございました。よりの皆様、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ああもう、元沢さんは みんなも見れる天気図の話、それで、荒木さんが、積乱雲ゲリラ豪雨の話で、天気予報の話、神様視点の宇宙の話、もうたった気象学っていうそれだけのキーワードなんで、これだけ多様な世界を見せていただいたっていうところがすごくびっくりです。でですね、ここでクロストークをしようと思ってたんですけど、ちょっとですね、まだ僕の中であの今村さんの神様視点の要因がちょっとくすぶってまして、こっちからのみんなは割と地球の上の地べたを這いずり回ってる視点なので、今村さんの視点から見てこの他の気象学者に質問っていうか疑問とか、なんかそういうのってありますか？今村さんから例えば茂木さんとか、はい、あそうですね、じゃあ茂木さんに、じゃあ皆さん立っていただいて、あ、はい、じゃあ茂木さんに、梅雨前線って、はい、いつからあるんですか？いつから神の視点ですね、はい、5月からとかそういうのすごい、何万年前とか何万年、はい、いや、はい、それは聞かれたことないしちょっと考えたことないですけど、でも今パッと思ったのは、大陸ってすごい昔は一つだったとかっていう話ありますよね。だから大陸が今の分布じゃなかったら梅雨前線ないだろうなっていうのはあるんですよね。でそもそもチベット高原がないとできないって話が大元にあって、うん、じゃあインド大陸がドンってぶつかってなかったらまずできてないんだろうなっていうところが出発点としてはあるのかもしれないですけど、でも神の視点すごいですねちょっと打ち抜かれてやばい前からあの、はい、ちょっと知りながら大陸できたぐらいっていう回答でいいんですかね、はい、分かれたぐらい大陸の分布が今の感じになったらその叱るべき状態舞台設定ができるだろうなっていうことなんですね、はい、登場人物揃うなっていう、いやびっくりしました、びっくりしましたじゃあ引き続きなんです、せっかくなんで今村さんから荒木さんとか何かありますか？あ、はい、じゃあゲリラ豪雨ってまあ、いつからってんじゃないんですが、最近すごい聞くようになってきたんですけど、いつ頃から言われるようになった なんか昔はなかったわけじゃないんですよね、その辺どうなんですか？はい、ゲリラ豪雨っていう言葉は1969年ぐらい、まあ、60年代に、気象庁の職員が命名したっていうふうに言われています。で、当時は今ほど観測網が発達していなかったので、そもそも観測すること自体が困難な豪雨っていう、まあ、突然襲ってくる豪雨っていう話だったんですね。でただ、それからまあ観測網が充実してきて、ある程度その存在自体は明らかになってきたんですけれども、その頃から、予測することが困難な、まあ、突然発生して予測することが困難な、豪雨として、認識されるようになってきています。で、まあ、ただその最近はその、まあ、2008年とか、まあ、そのぐらいからマスコミの方が結構いろいろゲラ豪雨ゲラ豪雨って言うようになってきてるので、多分視聴者の方の会場にいらっしゃる方も何でもかんでも突然降ってきたらゲラ豪雨って言われてるかもしれないと思っていて、それ私非常に悔しい、実際予報やってた立場からすると、せっかくめちゃくちゃ苦労して心臓が縮み上がる思いで作った情報を見てもらえずに当たってんのにゲリラって言われるのは非常に悔しいですね。ぜひ皆さん気象情報を見てゲリラじゃない豪雨だよっていうことを
こいつはゲリラじゃないよっていうことを、ちょっとあのゲリラ豪雨、ゲリラじゃないのにゲリラっていうっていう、まあ、要はあたり、さっきあのテレビの方にだいぶ切り込んでた佐々木さんの話も、それ実際どうなんですか。やっぱりそういう現実ってあるんですよ。ゲリラ豪雨じゃないのにどんどんゲリラっていうとかあります。結構ある、ね、全然予測できてるし、うん、実際私たちが会社相手にこう出す提供するあの雨の予測ではちゃんと出してるんですよ。何時から何時っていう細かい時間です。なのに何時そういうレベルで出します。1時から3時とか。そうです。で、うん、出しますが、自分たちで天気予報を見てると、なんか自分がまるでこのゲリラ豪雨は予測不可能だからもう無理みたいな、もうそれ以上やりませんみたいな感じになってる。予測する側が諦めちゃう、諦めてんじゃないかと思われるぐらいの感じになってる。あ、また口に近づいて、あの言葉に潜んでる意識の問題だっていうのが荒川さん最後言ってましたけど、それ結構やっぱ予報士レベルの人でもやっぱどっかそういうところがある。あ、まず多分勉強しろって、私自分も含めてですけど、勉強しろっていうのは、本当にこんなに研究進んでるのに、こんな最前線があるのに、なんかすごい昔のまんまで考えてる。で、昔はゲリラ豪雨っていう風に言われるぐらい掴みどころがなかったかもしれないけど、もっともう通知予報だって精度上がってる、なんか可能性がもう広がってきてるのに、なんでそこ言わないのみたいな、感じはある。いや、僕ら研究者自身もあんまりその予報士の人とやり取りをする機会がないです、意外となかったっていうのは、はい、佐々木さんに会っては最近僕が思うようになったことで、佐々木さんみたいな人がどんどん増えたらちょっと変わるなっていうのはすごい今期待してるところですけど、そう、だから実際スクールとかで、まあ、気象予報士講座やってるんですけど、そこでもただこう予報士の資格を教えるんじゃなくて、なんていうか、ほら、合格するための勉強っていうんじゃなくて、こんな面白いことが世界が広がってるってことをなるべくこう伝えるっていう方向での授業にしてますけどね、はい、今コメントで予報選手頑張れっていうコメントがあとですね、割と特定個人の気象予報士の名前がコメント流れてるんですが、別にその方に対して我々文句あるわけじゃない、一般論として話してるだけなんで、まあ、その辺ご了承くださいと。まあ、世界が広がるっていうのは、いや、ちょっと今日最後今村さんでびっくりしたんですけど、はい、宇宙まで行けるのかっていうのはちょっと ビビりましたよ、ね、宇宙どころか生命の発生も決めてましたからね。僕もそこまで行けると思ってなかったんでねちょっと最後あそこまで行っちゃうなと思って。私むしろそっちから入ったので、うん、はい、はい、いろいろいろんな入り口があるかなと、はい、いや、すごい入り口でびっくりしました。いや、元気があればどこまでもじゃないですけど、はい、気象学あったら宇宙まで行けんだみたいなのがすごい最後のメッセージとか、まあ、僕は世界中は行けるなって思ったんですよね。気象学知ってるとどこの地域も、まあ、共通言語として語れるものがあるなっていうのはすごい思ったんですけど、宇宙まで飛び出せると思ってなかったんで、風が宇宙にも存在してるって知っただけで世界全然広がります。そうですよね、例えば今見てるような雲と同じようなものが、例えば昔の地球だったらどうだったんだろうとか、他の星でどうなんだろうと、でやっぱ見てるうちになんか他の星にいる気持ちにもなってくるし、まあ、いろいろ、となんかどやっぱこうロジカルにどんどんこう放送を広げていくっていうのは面白いし、すごく大事だと思います。あ、どうもありがとうございました、はいはい、したらですね、そしたら最後ちょっとまとめで、皆さんから一言ずつコメントをいただきたいと思いますので、まずモテタクさんから皆さんに向けて一言。はい、はい、ありがとうございました。まあ、気象情報を見るときにお天気お姉さんがメインじゃなくて、その後ろに映ってる彼女、まあ、彼らがメインになったらもっと全然面白いエンタメに気象情報自体もなっていくんじゃないかなと思うんで、そんな風に見てもらえたら本当に嬉しいです。ありがとうございました。じゃあ荒木さん一言お願いします。まあ、今日はゲリラ豪雨の話をしましたけれども、皆さん結構雲の写真とか、まあ、綺麗な雲が出ていた時に写真撮られる方多いと思います。でそういった時にまあ、そのついでにですね、気象情報もぜひ見て、まあ、中継報とか、まあ、その雨がどこで、その雲がどこで雨を降らしているかとか、そういったこともぜひ一手間かけて見てみると、まあ、
防災にもつながりますし、まあ、興味も広がると、まあ、そういう意味で、まあ、いろいろあの世界が広がると思います、まあ、ぜひよろしくお願いします。幸せの未来に笑顔ですね、笑顔、はい、手を上げ て, あげ て, あげて、はい、手を上げて笑顔の未来に。佐々木さん、皆さんに一言。モテザキさんが言ってた空で展開されてるドラマをですね、なんとかこうあらすじも面白い、そして予告も面白いっていう天気予報を今後できるように私も頑張りたいと思います。私も勉強さらにしたいと思います。どうもありがとうございました。では最後、今村さん、神様視点で。はい、空に見上げる雲の形とか、あるいはこう頬を撫でるこう風の心地よさとか、そういったものをこう突き詰めていくと、もう自然とこう春が彼方まで行かざるを得ないと思うんですね。ですので、共に参りましょう。どうもありがとうございました。さあ最後ですね、ちょっとお知らせをさせていただきたいと思います。まずですね、茂木耕作さん、著書の方、梅雨前線の正体と、天気と気象について分かっていることいないこと、オンラインで見てる方はネットで買えます。それからですね、町会に来ていただいている方、物販のコーナーで売っています。しかもモテ作さんのサイン付き、そしてこのモテ作 T シャツもサイン入りで販売してますので、ぜひ物販お立ち寄りください。あとですね、よいしょ、はい、こちら、天気の基本を知ろうという本がありまして、すみません、金町、こちらがですね、この佐々木京子さんの、も一部執筆されております。時々動画で出てきました竜巻発生装置だとか、雪の結晶の装置、あっち、雪の結晶の装置、あれのですね、実験展示もやってますので、こちらもご覧くださいと。佐々木さん、ちょっとごめん。で最後にですね、こちらの荒木健太郎さんの、今年の夏発売する予定のですね、雲の中では何が起こっているのかという本なんですけど、これのお試し版をですね、100部限定で刷ってまいりました。これ物販のコーナーで無料で配布してますので、ぜひ、お受け取りください。普通の著書はですね、口絵だけカラーなんですけど、全部フルカラーで刷ってきましたので、ちょっとお金かかってます。これ無料で100部だけ配布してますので、ぜひここにいらっしゃる方、漏れなく受け取っていただければと思います。はい、それでは皆様、ここまでどうもありがとうございました。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 ちょっと気を使ってしまって、ありがとうございます。
はい。